次の写真をご覧いただこう。これは投稿者の男性が地元にあるという動物園へ遊びに行った際撮影した一枚だという。ご覧の通り、画面全体に白いもやのようなものが映っている。さらにその一部をよく見ていただくとわかるが、この白いもやは巨大な顔が重なり合ってできた集合体のようにも見えるのだが、どうだろうか。おそらくこの付近に漂っていた浮遊霊の姿であると思われるが、なぜこのような形で現れたかは不明であるという。もしかしたら撮影者に何かしらの関係がある霊なのかもしれない。